もぎちゃん、料理が上手になったね。えらいえらい。どっかのニュースで料理番組以外にさ、ここでオリーブオイルって言わんかったところが真面目やなって感じやな。この先行こうか。絶対やばい。これが青鬼だったら絶対青鬼がパーンで出てくるパターンの、そういうような雰囲気が出てるな。これ記憶少女ジエンドやけどさ、これ絶対さ、この5枚のどれかはさ映らんパターンよな。ああ映る、ああいける、映る映る映るってことは、これが映らん、映ったや普通に映った。これうん、そういうんじゃない、うん、そういうんじゃない、うん、そういうんじゃない。お分かりいただけただろうか。右から2番目の鏡に注目していただきたい。普通に映ったこれ、うん、そういうんじゃない、映ったこれ、うん、そういうんじゃない。鏡の中のやつは何を伝えようとしているのか。一応曲少女ちエンドホラーゲームやけん、そういう脅かし要素があってもおかしくないと思うんやけど、そういうんじゃない。トイレがある、トイレだったんじゃ。トイレの前にあんな5枚も鏡いる。一般的な家庭は1枚で十分だろう。学校でも4枚でもそれぐらいじゃない、多ない？ 5 枚、しかもでかいし。しかもトイレの中なんもないし、便器だけやし、トイレットペーパーもあるけど、うん、それぐらいやし、ないな、なんもないな。何のためのやつだったんこれ。わからん、ただちょっと怖かっただけや。なんか出てくるじゃないかっていうヒヤヒヤが来ただけやん。なんこれ、これ青鬼だったら地下に行く、もう本当に青鬼っぽい感じになってる。なんでだろう、この先からものすごく冷たい気配がする。青鬼が大量におるところか、これ青鬼でもあった、青鬼の大量におるところか。なにこれ、マネキンのメーカーじゃないんだから、このようにマネキンいらんでしょう。マネキンマニアなんか、略してマネマか、マネママネマなのか。へえ。ここに布団を敷いてさ、一晩寝て、一晩中寝てみーだ、気狂うわ。わあ、何お前、何別のタイプのマネキンあるねんこれ。マネキンかこれ。わからんけど、カランコンでお前不意打ちしてんじゃないよ。青鬼チックな不意打ちの仕方なんこれ。壁に針の灯った時計がかけられている。時計には手が届かない。あ、ここで使うんじゃ。何なんだろう、針を動かすんだって。動かしてどうなるもんじゃないでしょう。どう動かせばいいかとか全然わからん。てか本当に青鬼の館みたいな感じの部屋の配置やな、なんか雰囲気的に。あれ、これ前にも見たぞ、これ前にも見たっつうか、大きい熊のぬいぐるみが小さい部屋にあるって話あったな、前のパートあたりに。てか、ちょっと魔女の家みたいな部屋の雰囲気やめえ、怖い怖い。アクション仮面みたいなのが覗いてる、アクション仮面みたいなのが覗いてますね。何お前、めっちゃ気になる、めっちゃ気になるやめろ。あ、消えた。何がしたいお前、近づいた瞬間に、いや君か、僕はヒーローさんみたいな顔で。なんだあいつ、何がしたいあいつ。お、アイテムある、久しぶりのアイテムや。久しぶりってほど久しぶりじゃないけどさ、何なんだこれ。絵本、あ、幸せ集め、なんか出てきた、幸せ集め、セーブしとこう。なんか重要そう、絶対重要そう、これ幸せ集めやって。危険な宗教な匂いはせんだろうな、大丈夫かな。幸せ集めどこ行った。あ、これか、読めんのやな。内容気になるんやけど、幸せ集め、どんなんなん幸せ集め。てかめちゃくちゃ静かだった。わあ、なにこれ、館でのホラーミステリー殺人事件みたいな感じになってるやん。
え、実験の後みたいな感じになってるし、てか部屋めっちゃ広いし、部屋なんこれ、なんこれ、え、なんなんこれ、マリオカート、初代マリオカートでこんなさ幽霊がめちゃくちゃ出てくるコースあったな、こういうお化け沼だったっけ、なんかそんな感じの雰囲気出てる、なにこれ、うわー、なにこのなにこの壁画、壁一面に裏掛けされてる、センスがすごいよ、どんどんセンスがすごいよ。そしてこれは、わ、ユメニックっぽい感じになってるやん、こわー、なんかただただこわー、喋ると思うの特になしなん、こんだけすごい濃いものがたくさんあって喋るものは特になしって、豪華やな、絵の使い方豪華やな。お、普通の部屋、ん、何これ、勉強部屋、瞬間的記憶盗み耳ってことは、これあれ、お姉ちゃんの部屋でマキちゃんの小さい頃ここ盗み見たりしてたんや、瞬間的記憶がバンバン出てくるけど、何なんだろうこれ、お姉ちゃんかなこれ、勉強しようかな、何なんだろうこれ、後々なんかの役に立つんだろうけどさ、わからん、あかんないと、でもってこっち、あかんない、ドラゲない、あー、他に部屋なかったような気がするんやけどな、このさ、うん、これどこでも、どこの国に行ったらこんなお土産があるん、お父さんかお母さんが化けたけどめちゃくちゃセンス悪い不気味やん、ああここ入れたな、そういや、とりあえずヒント的にもしかして牧野日記帳に何かあったんかなって、お昼の1時にお母ちゃんとお姉ちゃんと卵焼きの練習、砂糖醤油だろ、うん、焦がしてしまったやな、うん、かわいい、昨日夜9時、まさか本当に9時なん、え、あ、9時ってあの9時、時計9時にしろみたいな感じ、とのもあってね、これか、でこうか、え、いける、あれ違う、これでどうにかなるみたいな話じゃない、あ、待てよ、この後でちょっとお姉ちゃんの部屋行かなあかんみたいな話、そういう話、ここ、お姉ちゃんの部屋ちゃうわここもう不気味なクモさんの部屋だったわ、ここでもなかったな、にえ、これさらに上だったっけ、これか、お姉ちゃん、お姉ちゃん、9時になったやん、9時になったやん、え、違うんかなあ、なにこれ、日記できちゃったよ、なんか日記できちゃったよこれ、明日のお1時頃はお雛様の準備をする、お雛様は明日の9時にお父さんが買ってきて玄関に置いてくれるみたい、玄関、まさか今9時やけん置いてあるみたいな、そういう話じゃないだろうな、どうやら今までのは古くなっちゃったから新しいお雛様を買うらしい、新しいお雛様きっと負けのことだから喜ぶだろうな、で今日の8時頃からマキと見たいテレビのことで喧嘩になった、うん、お姉ちゃんだからマキちゃんに対してな、あのチャンネル譲ったらいいやん、マキちゃんは多分お茶魔女ドレミとかそのあたり見たいんだと思うけどさ、お姉ちゃん真面目やけんさ、選挙番組とか見るんだろ、どうせ選挙番組何が楽しいん、マキがアニメを見たいって言って私は、あ、ドラマか、選挙番組でもさすがに見るの、じゃドラマ何見るんだろう、水戸黄門かな、結局砂嵐の画面のまま1時間経過しちゃってお互いにそれぞれ見たかった番組見れずに終わってしまったんだ、あー録画とかないんだ、その時代は砂時計、砂あったの、そういやテレビで砂のやつ、もしかしてその砂のやつにうまく帳尻合わせたら、で時間もあるけんさ、その時間に時計を合わせた上でその行動やったらみたいな感じなのかな、もしかしてまさかな、で1ヶ月前からずっとずっと探していたオルゴールのゼンマイをついに今日の7時頃
こたつの中にあるのは発見した。これやってさ、7時にしてからこたつの中調べたらこのオールゴールのゼンマイが出てくるみたいな話なのかな、もしかして。あのオールゴールは私のマフィアで頑張って貯めた お小遣いで買った大切な思い出の詰まったものだったから、また聞けることが嬉しいって。はあ、オールゴールか。どんなメロディーが流れるんかな。鏡の中の周りをねとか言うたらさ、ちょっとびっくりするもんな。そういう氷室京介好きなんて思って。今日はもうマキが寝ちゃったみたいだけど、明日そのあのお花畑から帰ってくるおやつの時間にもマキと一緒にオルゴールを聞こう。鏡の中の周りをね。食が進むんか、これ。おやつ進むんか、それで。さっき、あ、お姉ちゃんの名前さっきって言うんだよ。時計の方戻って、あのさきちゃんの日記の方をこなそう。さきちゃんの日記を見ましょう。実家がめちゃくちゃ書いておけ。絶対これ1時にお母さんとお姉ちゃん玉焼きの練習をした。あ、これマキちゃんだ。これマキちゃんのや。マキちゃんの日記だこれ。間違えた、間違えた、超絶間違えた。さきちゃんこっち。1時に準備、明日の9時に、よし、9時に設定した今のうちに玄関行けばいいんか。そうしたらもしかしたらか、ちゃんと9時になってる？ 9 時になってる。で、え、これ もしかしたら負けに金じゃないだろうな。あ、これまさか中に入っとんじゃないの。センス悪っ。もうちょい可愛いの買ってこいよ、お父さん。呪われてそうじゃないか。あなたのこと呪いますみたいな顔してる。もうちょい可愛いやつおっただろう。え、何わざわざさ、ブサイクなの選んできた。オンリーワンだ。ナンバーワンよりオンリーワンを選んできたんこれ。確かにこんな人形他になさそうやけどさ。呪われそう。こんなん持っていっていいんかな。今セーブしたさ、メモリー9、呪われんかな。マキちゃんが真っ黒とかならんかな、呪われすぎて。とりあえず任務遂行したな、この時間の。呪われんかな。次。8時にテレビ。8時にテレビ。で、砂嵐じゃ。砂嵐にセットするんじゃ。8時にセットして砂嵐にセット。あ、人形並べれるんかな、もしかしてここ。並べれる。知らへん。あ、知らへんのを、知らへんのをこれを見てちゃんと並べてくださいってことなんじゃ。左上に黒いやつ、真ん中に青いやつがおって、赤いやつはどういう違いあるんこれ。全員一緒かな。並べていこう。まず黒いやつが1と。青いやつが、4にあって、それ以外、あ、これ赤い、ちょっと赤に枠が青のやつと完全に全体赤のやつがおるんじゃ。そこ見てなかったな。ちゃんとチェックしようかな。もう一回チェックしとこう。どれやっけ、これか。え、赤枠のやつばっかじゃない。パッと見わからんぞこれ、見た目なんだろうこれ。あ、あ、全員一緒？そんなことない？どうなん？わからん。適当に押してあれ。よいしょ。あ、ダメだった？あ、なんかちゃうんかな。黒と青はこれで間違いないんやけどさ、明らかに他の3体のさ、見分けがつかん、俺。見分けついてないこれ。え、何が違うんこれ、何が違うんこれ。あ、唯一あった赤いやつが2なんかな。これ2に置いて、これ3に置いて、これを5に置こうか。なんかあるんか、あっとんかどうかもわからんこれ。あった、ちゃんと正解に置いたからといってさ、さすぐに何かが起こるかっつったらそうかもわからんしな。わからん。
まあ、いや、さっきテレビこなそう、テレビこなそう、テレビこなそうや。ふふ、思い切って宣伝タイムに出てきちゃったわ。ねえ、画面の前のあんた、チャンネル登録しなさいよ。さもなくばあんたの夢に出てきてやるんだからね。